さあ審判団を先頭に両チームの選手たちが入場してきました。向かって右がアウェーの甲府、左がホームの松本です。まもなく前半45分キックオフです。甲府ボールでゲームが始まりました。猛然と寄せていきました横山。山本がここはうまく使いながらビルドアップしたいですね。富山が上げたクロス、ファーに伸びた、ヘッド、鈴木くんに飛ぼー。松本のストロングヘッダー、鈴木くんに飛ぼー、今日も得点を挙げました。まずはこの富山の縦への仕掛けですね。ちょっと外側に仕掛けることによって相手の足が出ないところに仕掛けましたよね。そこからクロスが上がって、まあ、このファーでのドリブルでカットインからシュート、クロス、パス、様々なバリエーション持ってますからね。あそこでさあコーナーキック、パンチングでかき出す、こぼれ出し、同点に追いつきました。ベーコフセットプレーの流れから話してましたけど、セットプレーからでしたね。まあ、ここでパンチングが少しちっちゃくなっちゃったんですよね。そこでこぼれ球を拾った長谷川ですか、最後。そうですね、41番長谷川でした。まあ、ここでいい形で拾って、佐藤から玉足長いボール、さあこれを横山が拾う、横山が行く、シュートでいった、鋭かったですね。まあね、左サイドはやっぱ左で蹴れた方が優位な部分はかなりありますからね。左利きの選手だからこそ出せる角度があります。さあ泉沢カットインして自分で行くか、泉沢ナイスキーパー、かっこいい、よく止めました。さあ関口からここに中村、クロスファーサイド、胸で落とした泉沢、マイナス戻して荒木のクロスにヘディング、長谷川だ、なんとなんと今日2点目、逆転です。まあ、甲府の良さですよね。こうクロスボールからかなりこれ人数かかってるんで、中にこう長谷川3人入ってきてますよね、しっかり、はい、でファーサイドからもう1人4人ですかね、クロスに対して入ってきてるんで、なかなかやられてしまったというところですよね。そのストロングポイント、泉沢ボールを晒します、中に置いた、ここもクロスだ、入ってきた、クロスバーこぼれている、中村押し込めない、なんとかかき出しました。特にこういう雨の状況だと効きますよね。長谷川入れた、メンデス突き放します、甲府。いや、ここもセットプレーです。なしにかかりました甲府。でメンデスっていうのはもうメインターゲットなのはこれ間違いないですよね、甲府の中では、はい。まあ、そこをこう抑えられてないとこうやって失点につながるっていう。長谷川近くを使う、ここで前半終了のホイッスルです。松本山雅 FC 対ヴァンフォーレ甲府、後半は松本ボールで始まりました。左に振っていきます、富山、インスイングのクロス、まだあります、こぼれて坂野、前を向いてシュートだ、こぼれを鈴木くんに飛ぼー。さあ反撃ののろしが上がる松本山が、鈴木くんに飛ぼ、今日2点目。ここね、富山がまあ、中にターゲットがまあ2枚いるんで単純にまず上げましたよね。でクリアしきれなかったところ、こぼれ球、坂野、下川、さあ これが抜ければ面白い、鈴木くんに飛ぼー、同点。この男の3点で、まあ、背後に前からの、ね、単純なボールでしたけど、まあ、嫌なところにボール入れましたよね、前がまずは絶妙なボールだと思いますし、まあ、ここ対応しきれなかったところをよく狙ってますよね、鈴木くりとも足が止まってないからあそこに
来るわけですからね。でここもキーパー来てるとこ落ち着いて外抜いて、まあ、点取れてる選手のプレー角度がついて柔らかく入れますがこれが通りません。そしてここで試合終了。激闘は3対3のドローで決着となりました。